すくってー。こんにちは、チーターです。今回もやっていきたいと思います。前回ロッカーの鍵手に入れて、ロッカー探しに行こうと思います。で、あと、前回気になったんですけど、倉庫の鍵ってまだ今持ってるんですよ。どこだ倉庫って思ったんですけど、ね、一番最初のとこで倉庫の鍵、ここに繋がってたんですよね、確か。なんで、ここは開けていきたいと思います。開かないな。あ、メニューを閉じるにセットしちゃった。で、使用すると。よし、OK。相変わらず暗いな。で、まあ、あそこに死体があると。で、ここでしょうね。ちょっと待って、開ける前にあっち調べるか？うっ！ひどい。あいつがやったのか。あの、暗闇が好きな人ね。で、ここ暗闇じゃね？大丈夫かな？まあ、とりあえずね。これか。ロッカー開けた。ん？廊下の鍵を入手。廊下の鍵。いっぱいあるぞ。廊下の鍵つったってね。なんかここ、あれ、一番最初に僕が実況したゲームに似てるな。調べてみるか。別館へ行くための廊下の鍵。別館？じゃあ1階か？別館に移動って言ったら1階でしょ。あ、これか。だから、これで。ちょっと危ないな。後ろからまたあいつ追いかけてきそうな気がするな。なんもない。ほらね。え、これ追いつかれそうだな。あ、大丈夫か。じゃあ、鍵か、開かない。おっと、誰だ誰だ誰だ。いや、お前は誰だよ。普通に誰だよ。え、何今の。え、何？なんで追いかけてきたの？捕まってたら死んでた？とりあえず意味が分かってないな。あ、セーブ。いいね。え、マジさっきのやつ何だったんだ？で、3階は？ここはなんか、バールじゃ無理か。バールじゃねえ、鉄パイプ。無理だね。鍵。じゃあさっき一回、地下あるか。まだ地下あるか。開かなそうだな。だよね。じゃあさっき追いかけてきたところ、ん？なんだ？話しかけるかとりあえず。君はこんなところで何をしてるんだ？そういうあんたは？俺はこの、建物に肝試しに来たんだ。二人で来たんだけど、途中で隠れてしまって。あんたも人探しか。私は友達を探しに来たんだ。だがここは危険だぞ。早く帰った方がいい。もう一人を見捨てて帰れないよ。まあそうだな。もし見つけたら連れてきてやるよ。助かるよ。俺の名前は佐野。お前なんで追いかけてきた。頼んだよ。お前邪魔なんだよ。お前邪魔なんだよ。あ、どっかにいるから探してこいと。めんどくさいなあ。あ、ようやくどいてくれた。頼んだよ。お、脚立を入手した。これはでかい。北には鍵がかけられている。絵本。あるところに悪い竜がいて人間を襲っては食べていた。王様は兵隊を集めて竜を倒しに行かせた。兵隊は4匹の竜を捕まえ檻の中に閉じ込めた。それを見た王様は言った。なんということをしているのだ。赤い竜は悪いが青い竜は良い竜だ。それを聞いた兵隊は青い竜を逃がしてあげました。
青い竜たちは空に飛んでいきました。その時、とても大きな。ページはここで破れている。ん ?647311。数列か?わからん。あ、いや、待てよ。ああ、違った。まあ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 。なんか手に入れたっけ?キャタツでなんかできそうだよね。ここじゃね?よーし。これしまっとくことできないのか。まあいいや。なんだ ここぐらいか。まあこれだろうな。お、鍵が入っていた。引き出しの鍵、1階のやつか。いや、あれ妹か。首?やべえよ、やべえよ。やべえよ、やべえよ、やべえよ。首、あれ妹の首だよね。じゃあ引き出し開けるか。ここか。お前中入ってていいぞ。これか。よし。鍵。マジか。別館1階とか隣の部屋か。ここか。これか。よし。なんだ?5つのボタンがある。マウスで操作。ねえ、牛、トラ?え?ん?どうやってやんの?あ、ん?違う。はい、わかってます。ねえ、牛、トラ、たつみ、うましさび、これでいいかな?違うの?なんだ?潤滑油を手に入れた。お?なんだ?サラダ油といい。よくわかんないな。まあじゃあでも、今回はここぐらいにしておきたいと思います。じゃあこの動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。